ていろんな地域でこう、ね、ビデオが撮られてるんですけど、稲沢市もですね、青年会議所さんがですね、あの稲沢市のバージョンの恋するフォーチュンクッキー撮ってまして、はい、そこに私たちもで最後の方にね、そろっと出演させていただいてて、そこでこういうのがあっちゃったからちょっと嬉しくて、私一番でこうやってしてたらみんななんかこうやってやってるからちょっと恥ずかしかったんですけど、あの苦情とかは後で受け付けますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、VTR というか、あのその作った映像、はい、もう皆さんにぜひ見ていただきたいな。そう、はい、YouTube でね、はい、YouTube で見れます。稲沢バージョンですので、そうです、はい、はい、検索していただいて、はい、ぜひご覧ください。はい、この曲ね、振り付け簡単ですので皆さんね、結構すぐに覚えられると思うので、よかったらぜひ覚えてみてください。はい、はい、それでは、はい、次のね、次の話行きましょう。はい、はい、はい、じゃあやっぱ恋したってことは恋の先にはね、はい、先には違うの？違うよ違うよ、そう、お知らせがあるでしょ。あ、お知らせがあるのそうです、ちょっと忘れすぎですよ。あ、そうか、ちょっと早く言いたくて、これちょっと今日のお知らせ、この後のあ、そうだ、ちょっとお知らせなんですけれども、このリフォーク稲沢さんの中にあるブレッジバンガードさん、こちらで私たち今日一日店長をさせていただいております。はい、なのでですね、私たちのこの後握手会があるんですけれども、はい、握手会の終了後、そちらのブレッジバンガードさんの方に行きまして、はい、お手伝いなどね、させていただきますし、はい、そして写真会、撮影会もありますので、はい、皆さんも要チェックでお願いします、はい、それにね、今日発売のコラボ商品、はい、なんかすごいね、売り上げいいらしいんですよ。わー、嬉しい、嬉しい。今何本になってるかは分かんないですけど、おすすめ詐欺に聞いた情報ではなんか12本、残り12本とか。おー、ありがとうございます。今どうなっているでしょうか。ちなみにですね、私ここにつけてます。あ、はい、あ、そうだ、すごい、さすがだね。いいね、そこにリリーつけてます。これがね、はい、各メンバーのカラーがありますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、私たちね、これつけてる、正規のメンバーつけてるの気になってると思うんですけど、こちらあの私たちの文章担当していただいている方が、あのセーラームーンをこうイメージして作ってはいくださったチョーカーでございます。私たちの文章はその90年代美少女アニメコーナーの横に、はい、併設されていますので、はい、よければそちらもね、見ていただいて、はい、はい、ね、そして汗でさ、めちゃくちゃ酔っちゃった。汗で酔っちゃった。せっかく今日もらったのに、今日さっきもらったのに、なんでちゃっちゃう。じゃあそれでは稲沢市のね、お祭りの話をしたいと思うんですけれども、はい、なんと8月の9日にですね、はい、稲沢市商店街で行われますイベントがあるんです。はい、はい、稲沢が夏祭り、はい、稲沢商店街という、はい、稲沢宿夏祭り、はい、稲沢商店街です。はい、あ、間違えた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 、本当に間違えた、よくやるじゃない。あ、まあまあまあ、よくやるじゃない。すいません。はい、その稲沢商店街さんで8月9日の土曜日、はい、2時から7時までお祭り開催してるんですけど、はい、その歩行者天国やるらしいんですよ。そう、稲沢商店街で、うんうん、なのでね、なかなか縦横無尽にっていうか、縦横無尽なように道路歩く機会とかもないですから、うんうん、ぜひちょっと皆さん、歩行者天国、皆さんにも来ていただきたいと思います。はい、はい、まあ、もちろん私たちもステージイベントでお招きいただいておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それではじゃあさっきことみも、そう、ことちゃんも言ってくれたんですけど、恋の先には何がありますか。もちろん結婚でございます。結婚だね。次の曲は結婚式に来た友人のスピーチをテーマに作られた曲です。はい、この曲はですね、サビのところに手話をアレンジした振り付けが入っていますので、そちらにも注目して見てください。はい、そして次は研修生の遠藤ひろちゃん、ひろちゃんが入ってくれます。はい、それでは聴いてください。ハッピーハッピーマリッチ。
ていきましょうということで、そうですね、今イナッピーとのコラボで販売させていただいております、うん、そしてその物販で物コーナーで1000円以上お買い上げの男性の方はですね、はい、もちろん女性の方もお買い上げいただいてとても嬉しいんですけれども、はい、なんと私たちの握手会に参加することができます。はい、この後行われる握手会なんですけれども、中学生以下のお子様と女性の方は無料となりまして、はい、優先的に握手させていただきます。はい、そして男性の方は申し訳ないんですけれども、グッズコーナーで1000円以上お買い上げいただきましたら握手券というものがお配りされますので、はいはい、こちらを持って握手会にご参加ください。はい、そして秋葉のみこさん、はい、ちょっとさ、どうして聞いてみたいことある？はいはいはい、あのひなちゃんとくるみちゃんにさ、グッズのおすすめを聞いてみたい。
曲すべて